皆さんこんにちは、新作の部屋の作でございます。初めての方はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。さあ、私は今フェラーリの正規ディーラーオートカバリーノさんにお邪魔をしております。今日はこちらのショールームにございます。最上級の1台フェラーリ488ピスタを簡単にご紹介させていただこうと思います。さあ早速見ていきたいと思います。まずはこちらのボディカラー、フェラーリレッド。そう、ロッソコルサのカラーが非常に美しいですね。やはりタイヤも見ないといけません。こちらは単造ホイール、20インチの単造ホイールで、ブレーキキャリパーは赤ということになります。内装は後でじっくりと見てみましょう。おっと、エンジンルームが空いておりますが、まずはやはりリアのタイヤを見ないといけません。リアからフロントまでのこの美しい流線形のボディが何とも言えませんね。それではエンジンルーム見ていきたいと思います。こちらのエンジンルーム、私が所有するスクーデリアよりもふんだんにカーボンが使われている気がします。はい、こちらですね、 V8 ミドシップのスペシャルモデル、ターボエンジン搭載720馬力ということで、こちらのエンジンなんですが、 488GTB に比べて約5割のパーツが新設計、そして18キロも軽量化されております。素晴らしいですね。そしてダウンフォースもさらに効いているエクステリア、そう、リアのエクステリアがまた特徴的なんです。こちらのエアインテークで空気を取り込んで、よりエンジンの出力アップが図られます。こういったエクステリアは488チャレンジ、そして 488GTE からオマージュされたものということになっておりますね。非常に美しい1台となっております。いいですね。では早速ね、こちらの方を見てみましょう。やはり明るいところでも見たくなるのがタイヤですね。はい、いいですね。こちらかっこいいですね。まあ、カーボンホイールもあるんだけど、やっぱり単造ホイールでもやはり美しいですね。センターキャップの黄色のフェラーリロゴ、これが何とも言えません。はい、運転席に乗ると見せかけて、もうちょっとお待ちください。はい、こちらですね、フロント、こちらも綺麗な1台となっております。はい、フロントのエアスプリッターなんかも特徴的なんですが、後でじっくりと見てみましょう。はい、こんな感じですね。ライトが綺麗ですね。なんとも言えませんね。そしてこちらの方はですね、はい、近寄ってスクーデリアフェラーリ、そうです、 488GTB をベースに、まあ、走行性能を高めたスペシャルモデルということで、これの先代には458スペチアーレ、そして430スクーデリア、360チャレンジストラダーレというものがあります。こういったフロントスポイラーのあたり、こういったところもここまで最接近して見ることっていうのはなかなかないですよね。オーナー様ぐらいじゃないとないような気がします。はい、ではね、早速運転席の方に乗り込んでみたいと思います。ドアを開けて中を見てみましょう。緊張します。はい、かっこいいですね。ドアの内張りとか全部アルカンターラとカーボンであります。こういったところはやはりね、スクーデリアとちょっと似てるかなっていう感じはありますけども、すごいですね。はい、もちろんこのステップも全てカーボン、サイドのスプリッターも全てカーボンということになっておりますね。いいですね。はい、でこれ早速ね、乗り込んでみたいんですが、私ちょっと勉強不足でした。この左側のね、ここのボタンで、まあ、エンジンルームじゃなくてボンネット開けたりとかするんですね。これは私知りませんでした。458からこうなってるというふうにディーラーさんから教えてもらいました。それでは今から車内をじっくりと見ていきたいと思います。まずはこれですね。はい、全部アルカンターラに赤色のステッチで赤のストライプが入っております。フェラーリの、ね、ヘッドレストの刺繍がかっこよさを醸し出しておりますね。もちろんリア全てレーシングシートなのでカーボンとなっております。このあたりはもうスクーデリアとほぼほぼ同じということになります。でこちらなんですが、シートベルトは黒を選択されておりますが、まあ、ピスタで黒と赤ということでね、ボディカラーと合わせたカラーリングになっております。それでは乗り込んでみましょう。さあ、ステアリングからのこのドライバー視点、いいですね。私これで公道走ってみたいものです。はい、でインテリアなんですが、まあ、ルーフの内張りを含めて結構ね、アルカンターラです。ほぼほぼ全部とは言わないですけど、多くがアルカンターラとなっております。でこういったインジケーターの部分もこんな感じになりますね。ダッシュボード、はい、488ピスタのロゴがしっかりと入っております。こんな感じになります。カーボンがいいですね。黒のアルカンターラなのでカーボンがついてるのかなって一瞬思ってしまいますけども、やはり綺麗な1台になっておりますね。はい、どんな感じでしょうか。こんな感じです、ね、これですこれです。このドアパネル全部カーボンというのがね、いいですよね。はい、で、これが刻印となります。488ピスタというふうにね、ちゃんと入っております。これかっこいいですよね。これ好きですね、私ね。はい、
ではね、中汚したら大変なので一旦降りたいと思います。そしてリアのスクーデリアフェラーリのエンブレム、これもね非常にかっこいいですよね。で、先ほども申し上げましたが、こういったところは全て、まあ、レースカーからオマージュして作られたものですよということになります。そしてこちらね、アンダーボディ、こちらは488チャレンジということになっておりますが、ディフューザーは 488GTE なんですね。この今見てるディフューザーは488の GTE から取られたものと聞いております。はい、中見てみましょう。パイプの中いいですね。これね、この中入ってみたいですよね。車好きだったら分かってくれるんじゃないかと思います。はい、いいですね。綺麗な1台です、本当。それではですね、今から助手席の方に入ってみたいと思います。やはり運転席を見たら助手席の方も座ってみたいですよね。助手席のドアを開けて中に座ってみましょう。開けます。緊張します。はい、助手席から見る運転席も非常にかっこいいですね。で、こちらのドアの内側ですね、ここがもうやはりカーボンまみれで非常にかっこいいんですよ。素晴らしいですね。はい、こんな感じになります。で、ステップももちろんカーボンだらけということをこちらの動画でね、お見せしておこうと思います。やはりね、カーボン好きにとってはこういうのたまりませんね。では早速ね、乗り込んでみたいと思いますが、はい、マットもね488ピスタとちゃんとね、書かれております。では入ってみましょう。助手席から運転席を見るとこんな感じですね。少し暗くて申し訳ありません。こんな感じになります。やはりこのもうダッシュボードとかこういったアルカンターラがまあさらにレーシーな感じがして非常にいいかなと思います。で、こういったところもね、スペシャルモデル特有のものなんですが、あ、かっこいいですよね。で、ヘッドレスト刺繍とストライプということで黒と赤で統一されております。非常にいい1台となっておりますね。ちなみにマットを外すと結構あのスクーデリアみたいな感じで鉄板むき出しみたいな感じなんですね。これも、今回の動画を撮って私も気づきました。はい、では、またねエクステリアの方に戻っていきたいと思います。さっき見てないようなところをじっくりと見ていきたいと思いますが、まあやはりもうこのままサーキットに出れるような車ですから、本当にね、すごい1台かなと思います。では先ほど冒頭でちらっと見ましたけど、今度は最接近して見てみようと思います。はい、ブレーキキャリパー赤ですね。カーボンセラミックブレーキとなっております。これ綺麗ですよね。はい、オプションで、カーボンホイールにすることもできます。はい、タイヤほぼほぼ新品です。いいですね。綺麗な1台ですね。はい、こんな感じですね。20インチのタイヤ、すごく迫力があります。で、こういったフロントスプリッターのところですね、こういう切れ目のところとか非常に私好きなんですが、すごいですね。こういった空力をもう本当に極限まで考え抜いたみたいな形してますよね。ここにちょぼっとこうついて、こっちにもあってみたいな、なんか変な付き方してますもんね。変なって言ったらダメですけど、すごいなんか不規則な付き方してますもんね、このカーボンパーツが。これがすごいですよね。本当にね、こういった装着方法の一つや二つもフェラーリの開発スタッフの皆さんが何回も何回も実験をすることでやっとたどり着いた、やっとこの形になったっていうね、魂が感じられる一台ですよね。まあこれは488ピスタだけではなくてフェラーリ全社に言えることなんですが、そういった技術者たちのね、熱い思いを感じることができます。はい、というわけで今日はですね、こちらのフェラーリ488ピスタ、488GTB グランツーリスモベルリネッタをベースに走行性能を極限まで高めたスペシャルモデルをご紹介させていただきました。こういったエンジンルームなかなか見ることができませんのでね、ぜひこういった車じっくりと見てみたいなという方は、フェラーリの正規ディーラーオードカバリノさんまでお越しいただければと思います。いい車いっぱい揃ってますよ。はい、ではですね、最後に、じっくりとこういったところを見ていきましょう。スクーデリアフェラーリ、やっぱりこのマークってロッソコルサに合うね。まあ、僕の持ってる白にも合うけどね、うん、青にも合うし白にも合うし何色でも合うわ。はい、というわけでね、こちらの V8 ミッドシップのスペシャルモデルの1台だったんですが、ぜひともね、この動画が公開されている頃、この488ピスタがショールームにあるかは分かりませんが、もし気になる皆さんおられましたら、オードカバリノさんにお電話をよろしくお願いいたします。フロントここまで接近して見たことありますか？私なかったです。中はさすがにカーボンではないけど、ちょっとカーボン調に見えるような見えないような、はい、よく分かりませんね。さすがにここはまあオーナーさんでもここまで接近してみないかな。うん、ということでね、今日は簡単にこの488ピスタをご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。いつもご視聴本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。